ちょっと待って、大丈夫かな？いけるかな？はい、いきましょう、これで。はい。表示されてます？僕よくわかってないんですけ表示されど。てます。はい、敷居を低くするための小話でお話しさせていただきます。山根です。よろしくお願いします。よいしょと。で、お前、誰やねんという方の方が多いと思うんで、一応自己紹介しておきますと、会社としてはサイオステクノロジーというところにいてお仕事してますと。あまり Linux 関係ないことばっかりやってますと。で、趣味として、Debian プロジェクトに参加して、そこでパッケージのメンテナンスを細々とやってますというのと、あとは、技術士、主にソフトウェアデザインさんなんかなんですけど、で記事を書かせていただいていますと。最近ですと、セキュリティキーという、指キーとかですね、USB でこう挿して使う系の二要素認証とかに使うやつをこう使ったらいいよみたいな記事を書きましたんで、書店とかでソフトウェアデザインとか、手に取ってみていただけたらなと思います。前後編になっていて、今月出るやつでは、ポータブルな SSH 鍵のツールとして使うと面白いんじゃないっていうのを書いてたりします。で、今日話したいのはですね、デビアンで、initramfs イメージを作るためのinitramfs ツールズというのがありますよと。で、これ、まあ、中身はシェルスクリプトなんですけど、中身の圧縮ですね。まあ、gzip を使ってますと。で、パラレルでなんか圧縮してくれる、pig g って読むんですかね。というのを利用してますよという感じなんですけど、それ以外でも、一応、エトセの、コンフファイル以下で、XSET 使ったりだとか、Z スタンダードを使ったりだとか、いうことができるんですけど、それをですね、この前、ちょこちょこちょこっとこっちの方がいいんじゃないっていうので、Z スタンダードの方に、変更をしました。で、まだ、マージはされたんですけども、リリースはされてませんという感じです。Z スタンダードの方がですね、圧縮率がいいし、展開もスピードも速いということなんで、XZ を使うとものすごく圧縮はできるんだけど、ものすごく遅くなるんですね。なんで、最近の流行りとしては、Z スタンダードの方に、変更していくというのを進めたいなと思っていて、その第1弾というか、これも、initramfs のイメージも、Z スタンダード使うといいよねという形で、押してるという感じになりますという感じです。で、この変更については、サルサデビアンオルグという、デビアンの開発にはですね、GitLab のインスタンスを自前で立ててやってますんで、そこの中で見ることができますよという感じです。で、もう一個あって、小ネタとして、ファームウェアの、ローダーなんですけども、カーネルの方でですね、圧縮したままの、ファームウェアファイルをそのまま呼び出して使えるよという機能が、以前入りましたよという感じですと。リブファームウェアとか以下にですね、デビアなんかだとファームウェア置いてあるんですけど、これが、XSET で圧縮したまんまのファイル。をそのまま読み出しできて、そのままロードできるよという形になってますと。で、何が嬉しいかというと、まあ、ディスクスペースがキュッと圧縮できるというのがありますねと。で、もう一個、XSET だけじゃなくて、Z スタンダードの方も後から提案、岩井さんがしてたんですね。で、それが野ざらし、1年ぐらいかな、野ざらしになってたのを見つけたので、どうなってんのって聞いたら、いやいや、欲しかったら、パッチ、よこさないといけないよっていうのに、グレックさんに言われ、怒られましてですね。まあ、すぐさま、岩井さんが、いや、リプレイして、利用者がいるようだったら、使いたい、もう一回、サブミットするよ、みたいなことを言ってたんで、私が使ってるのはデビアンなんで、デビアンの、カーネルパッケージにパッチ、して、手元でリビルドして、で、動くかなというのを試しましたと。
で、普段使ってるのが、家だとアンステーブルで、お仕事だとテスティングのパッケージを使ってるんですけど、アンステーブルのパッケージだとビルドエラーで、何回やってもこけてしまったので、エクスペリメンタルの方のパッケージでやったらうまく動いたなという感じでした。で、動いたよって話は、フィードバックしてありますという感じです。で、ファームウェアファイルを圧縮してあって、カーネルで読み出しそのままできるよってやったとしてもですね、イニトラム FS ツールズの方も対応しないとですね、イニトラム FS イメージの方が圧縮したファームウェアのそのロードができないということになってしまうので、こっちの方を作業している人がいましたと。マージリクエストがですね、キャノニカルな人からですね、Ubuntu でいろいろやったんだけど、こういうふうに、圧縮したファームウェアファイルを扱えるようにした方がいいよねっていうふうな話になってるよという。で、しかも、こっちのイメージ側にはファームウェア入れないで、そっちの圧縮したままのファームウェアをそのまま読み出す形にしてやると、サイズも一定数になるし、いいんじゃないか、使い回しもできるし、いいんじゃないかなと思ってるよということを言ってましたと。で、Z スタンダード対応もですね、コピペでできたんで、こんなんでいいんじゃねっていう形では言ってありますという感じですと。で、まとめになりますと。Debian でですね、initramfs tools というので、ブート時に使うイニトラム FS イメージを作ってるんですけど、これが、GZIP の圧縮から、Z スタンダードの方にデフォルトが変更になりますと。まあ、他の使いたい人は他の使ってるので別にいいんですけどという感じなんですけど、それやることで、圧縮率は向上するし、起動時の展開スピードも向上しますねと。で、そうは言ってもイニトラム FS ファイル自体がですね、どん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 膨れ上がるという感じ、傾向にありますと。で、ファームウェアの、圧縮したファームウェアをローディングすることでいけるんじゃないかな、みたいな話が出ていて、この圧縮自体も、今だと XZ ですけど、Z スタンダードの方に使えるんじゃないかな、という目論見が出てますよ、という感じです。はい、これだった以上でございます。はい、山根さん、ありがとうございます。質問と別に手を挙げないでもいいんで、どんどんアンミュートして、ね、話してください。雑談していただけると助かります。ふーんでもいいです。皆さんはあれですかね、デビアン系よりはどっちかって言ったらレッドハットの方のブラカットとか使ってたりするのかしら。どうだろう、こっちの方の世界の人だっていう言い方はちょっとあれだけど、どっちかというと、デビアン系多いんじゃない？レッドハット系ってあんまり多くないと思う、むしろ。そもそも、なんか別のツールがあって、それを使ってますよとか、自前ですとか、そういうのがあったりするのかとか、ちょっとそこら辺がよく分かってないんですけど。どっちかというと、いわゆる組み込み系ってレッドハットを使ってるケースっていうのは、あんまり僕の目には見ない。ヨクトとかだとどうなんですかね。ちょっとそれもよく分かってないので、私はこっち組み込みの方は分かってないので。ヨクトっていうと、またちょっと。ヨクトって選べませんでしたっけ、オプションで。ビルドするときの。イントラム FS のファイルのサイズで結構大きい場合ってデバイスドライバーが大きいことが多いんですよね。ですね。で、あとファームウェアもそれなりに、ラップトップとかだったりするとですね、Wi-Fi とかでがっつりなんかとかいろいろと入ってたりするので、展開すると何十メガみたいないう感じですね。でそもそも Lib ファームウェア以下なんかをどのくらいサイズあるのかなって見てみると100メガ以上みたいな私のラップトップだという感じなので、まあ、これがですね、サイズが圧縮できたりすると読み出し1回だけだからまあいいよねという感じではあるかなというところですね。あとは単に Z スタンダードが今推し圧縮ツールなので推しを押していこうということでやっているという感じです。
ちょっと話が、ずれますけど、デビアンパッケージも中身は、ターボールを圧縮してるんですけども、それなんかも、前に10年ぐらい前に XZ を使用してですね、XZ に変えさせたんですけど、まあ言うて展開遅いよねっていうのがあるので、Z スタンダードの方になるべく次のリリースぐらいに変わんないかな、変えたいなというのはあります。こうコンテナイメージなんかを作るときにパッケージの展開とかでこうひたすら時間がかかっちゃうの嫌だなみたいなのがあるのでというところがあります、うん、でキャノニカルなんかは結構そっちにしちゃったらいいんじゃねみたいな感じで動いてはいるっぽいですという感じですね、はい、あのドライバーのドット KO 自体を圧縮するっていうケースがありますよね。あ、そうなんですか。え、デビアンはそれ使ってなくて、ウブンツーだったか、なんかどこか使ってるディストリビューションがあった気がします。ほう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 。あ、それはカーネルのオプションか何かで何かある？カーネルが勝手にあの圧縮済みのドット KO をロールして認識してくれるのをどこかで扱った覚えがあります。ウブンツーだったかな。あのチャットじゃなくて、どんどんスピークアウトしちゃってください。あの参加してください。声出せない場合のみ、チャットで。なんか、Ubuntu とデビアンを混ぜていろいろやってるときに、あのどっちかが圧縮してて、どちらかが圧縮をサポートしてなくて、ちょっとハマったうろ覚えの記憶が少しあります。まあ、そういうのやってるとしたら、Ubuntu 側の方かなって気がしますね。うん、彼らはあのパッケージなんかのチェンジログなんかもカットしてサイズを小さくしようみたいなところまでやってたりするので、とりあえずこれは山田さんという方が戦闘 S は圧縮していたような、それとあと佐藤さんがレッドハットかなっていう、そういうコメントをチャットに貼ってます。とりあえずこれ絡みの話としては、もう少しなんだっけ、デビアンのカーネルパッケージで、ファームウェアの圧縮をサポートするようをまず有効にして、でその次にじゃあファームウェアも圧縮しようねみたいな話をちょっと持っていかないといけないので、とりあえずはまずカーネルパッ、Linux カーネルパッケージに圧縮の機能をマージリクエストするといいのかなって今ぼんやりと思ってます。で週末やりたいなと思ったら、家族旅行行きたいんだからあんたちゃんと体開けときなさいよって言われてるんで、それはまたしばらく後です。はい、こんなところでいいですかね。はい、こんなところでありがとうございました。山根さん、ありがとうございました。あの、感染症気をつけて。はい、はい、じゃあ、これで、午前中の部は終わりで、午後の部は、よいしょ、